ロバートリー・スコット・ジュニアは、アメリカ合衆国の軍人。第二次世界大戦における、撃墜王の一人であり、13機の日本軍作戦機を撃墜したことが確認されている。中国、ビルマ方面に展開した、陸軍航空軍部隊や、フライング・タイガースの功績に触れた、自伝、ゴッド・イズ・マイ・シー・オーパイロットでも知られ、同書は1945年に、 空軍国秘作戦として映画化されている。最終階級は順勝。1908年、ジョージア州ウェインズボロにて、オーラとロバートのスコット夫妻の下三3人兄弟の長子として生を受けた。少年期には、メイコンにて教育を受け、イーグルスカウトの位を取得したほか、イーグルスカウト優等賞も受賞している。5歳の頃には、 友人バートン・イーリーの墜落事故を目撃している。その後、推薦を受けて陸軍士官学校に進む。1932年に陸軍士官学校を卒業した後、テキサス州ケリー飛行場にてパイロットとしての教育を受けた。1933年10月、ニューヨーク州ミッチェル飛行場に配属。1934年以降、 航空郵便の配送やパナマにおける迫撃飛行隊の指揮、テキサス州やカリフォルニア州でのパイロット教官などを務めた。P-40 戦闘機に登場したスコット第二次世界大戦参戦後の1942年2月、タスクフォースアクイラに配属され、中国、ビルマインド戦線にて活動する P-17 爆撃機飛行隊の一員となる。 中国から日本本土への空爆作戦に加わることを絶望していたスコットは飛行隊への志願にあたり自らが経験豊富な B17 のパイロットであると自称していたが実際に B17 の操縦を学んだのはアフリカ方面に向かう途中でのことだった。しかしインドに到着した時点で作戦の中断が決定したことを知らされる。スコットは現地に残り 戦闘機上院として前線に出撃することを希望した。同月中にスコットはアッサムビルマ、中国コマンド付けの副司令たる作戦将校となり、いわゆる峠越えに参加して、インドから中国への飛行を行い、小介石政府に対する物資輸送を行った。7月17日に司令官が中国を離れた後、数日間はスコットが作戦責任者を務めた。 彼は依然として戦闘任務への参加を絶望しており、またフライングタイガースの戦術について興味を抱いていたため、クレアリーシェーンノートがフライングタイガースに割り当てていた P-43 戦闘機の操縦資格を得た。1943年に書かれた回顧録ッド・イズ・マイ・シー・オーパイロットの冒頭で述べられるところによれば、 この頃にスコットは少なくとも一度の高高度飛行を行っている。フライングタイガースと共に飛行任務に参加するようになった後、スコットは P-40 戦闘機のパイロットとして輸送部隊の単独護衛や地上攻撃といった任務に従事した。この時期、彼はプロペラスピナーの色を頻繁に塗り替え、複数の戦闘機が運用されているかのように見せかけようと試みており、 これを一人の空軍と称した。1942年7月、小介席からの要請の下スコットは第23戦闘軍の指揮官に任命された。第23戦闘軍は、フライングタイガースが陸軍航空軍に合流した際、任務を引き継ぐべく、シェンノートが新設した部隊だった。広く知られる話によれば、スコットはもともと、 フライングタイガースの指揮を引き継いでいたものの、パイロット契約の満了のため6月30日付で部隊が消滅したのだという。第23戦闘軍は後に第14空軍の一部に組み込まれた。1942年7月から1943年10月までに、スコット大佐は388回の戦闘任務に参加し、飛行時間は925時間を数えた。 この間に日本軍作戦機13機を撃墜し、第二次世界大戦における最初期の撃墜王の一人として、なお知られることとなった。1943年10月、スコットはアメリカ本土に呼び戻され、フロリダ州オーランド陸軍航空基地内に設置された陸軍航空軍応用戦術学校にて、作戦担当副司令官に任命された。同年、 極東での戦闘経験をまとめた自伝ゴッドイズマイーオーパイロットを出版。同書は1945年には映画化されている。1944年中国に戻る。スコットは中国東部にて実験的なロケット兵器を取り付けた戦闘機を借り、日本軍の軍用輸送列車への攻撃に参加した。後に沖縄に送られ終戦まで、 同種の兵団に対する攻撃任務についていた。ゴッドイズマイシーオーパイロットのほか、1944年には、対戦を通じての冒険談をまとめた、書籍、ダームド2グローリーを発表している。この中のある一編では、1941年のフィリピン陥落の後に、ミンダナオ島に逃れたコーン・シェギルというパイロットが、修復した P-40 に乗って、 日本軍と戦い続けていたが、最終的に中国にて、フライングタイガースに撃墜されたと語られている。1945年1月、このエピソードは、幽霊戦というタイトルで、リーダーズダイジェスト誌に転載された。他のパイロットと共に冗談として書いたのだとスコット自身が認めているにもかかわらず、このエピソードはしばしば誤って実話として引用される。 スコットはワシントン DC などでの参謀将校としての勤務を経て1947年にアリゾナ州ウィリアムズ空軍基地内のジェット戦闘機学校の学校長に任命された。1951年、西ドイツのフィルステンフェルトブルック空軍基地に所在する第36戦闘爆撃航空団の指揮官に任命される。1954年、 国防大学を卒業した後、空軍司令部にて、計画担当参謀長補、ついで空軍長官付情報部長を務めた。1956年10月、ルーク空軍基地の基地司令に任命。ジョージア州の航空博物館に展示された自らの、肖像の隣に立つスコット1957年9月30日、空軍巡賞として退役。以後、1980年代までは、 アリゾナ州で暮らした。その後、2006年に死去するまで、ジョージア州、ワーナー・ロビンスに暮らした。退役後、スコットは多数の著書を発表している。スコットは退役後も、精力的に活動を続けた。1980年、万里の頂上でのハイキングに挑戦して全米からの注目を集めた。彼は1944年に、北京近郊での飛行中に、 万里の頂上の一端を目にしていた。1980年までに中国政府からの許可を取り付け、94日間を費やし、1900マイルのトレッキングを達成した。1984年、ルーク空軍基地において航空身体検査に合格した後、スコットは第310戦闘飛行隊所属の F-16C 戦闘機に登場した。 操縦は飛行隊長のリチャード・ P ・ハイ大佐が担当した。その後、スコットは F-15 戦闘機にも登場した。1997年、89歳の誕生日、B-1 爆撃機に登場した。2006年2月28日、ジョージア州、ワーナー・ロビンスにて死去。最高級の軍装を持って、アーリントン国立墓地に埋葬された。 第二次世界大戦中の戦闘任務に対し、スコットは以下の勲章等を受賞した。1996年、アトランタオリンピックの際、スコットは聖火リレーに参加し、ランナーとしてジョージア州道247号線の一部を担当した。この区画は彼にちなみ、ジェネラルロバート・イルスコット・ハイウェイと改名された。1989年、 新たに設置されたジョージア州飛行士殿堂において、スコットも最初のクラスの一人に選ばれた。ありがとうございます。